ありがとうございます。2月とロマネスクという曲でした。感性的な曲調でポピュラーです。그리고한국에서오신팬분들도아주감사합니다。한국에서왔다한국の皆さん、ありがとうございます。さっきの細見さんが言った通り、なんか日本と韓国、ちょっと厳しい関係になりました。まあ音楽の力で、なんか価値をという一体です。なんか難しいのは考えずに、まあ、いいものがいい日だと思って、頑張りましょう。ありがとうございます。みんな友達。次の曲の名前は銀河です。聞いてください。